オーシャン・ウエストは、オーシャントランスが運航するフェリー。旧オーシャンフェリー時代の船舶、第11イズに代わり東京港徳島港から、新文字港航,航路に1991年に就航。1996年から2015年まで、設備の多い当線と同系船オーシャン・イーストを、スタンダードフェリー、合理化型のオーシャンソース、オーシャンノースを、カジュアルフェリーとして、 線形を交互に変えて運行していた。2013年10月16日に、新造船投入が発表され、2016年5月に、フェリーシマントが就航したのに伴い、本船は、同年6月11日の新文字港到着をもって引退し、スタンダードフェリーのサービスを終了した。なお、6月9日の東京港発の最終便は、無人構想で運行された。 オーシャン東急フェリー7回、航海甲板線1992年7月8日、4時9分頃、徳島港から東京港へ向かっていた元船は、浦賀水道航路を北港中、東京湾海上交通センターの東方3280メートルの航路屈曲部で、同航路を同じく北港していた貨物船第80040と衝突した。本船の左限船尾部に、 第8泊用丸の選手が後方から46度の角度で衝突し、本線は左舷後部、第8泊用丸は右舷選手部の外反に覆損を生じた。事故原因は、航路屈曲部で左転した元船が左舷側を平行する第8泊用丸と衝突の恐れが生じた際に注意喚起信号を行わず、衝突回避措置を取らなかったこと、第8泊用丸が 同性監視不十分で衝突回避措置を取らなかったこととされた。2003年2月5日9時16分頃、新文字港から徳島港へ向かっていた元船は徳島港に通じる掘り下げ水路で水質調査を行っていた作業船幸い進む丸と衝突した。本船の左限船尾に幸い進む丸の右限船尾が 後方から20度の角度で衝突し、本船は、左限船尾の外反に、作家称、幸い進む丸は、右限のブルワークに亀裂を生じた。事故原因は、雑種船である幸い進む丸が、元船の振動を避けなかったことで発生したが、本船が、衝突回避措置を取らなかったことも、一因とされた。ありがとうございます。